図解宮殿のレリーフスーサ、または、スーサ、英語、スーサ発音、スーエス、ペルシア語、オンシャ、シュッシュ発音、ユー、ギリシア語、シグマシグマアルファー発音、スーサ、シリア語、オンシャ、シュッシュ、コペルシア語、エスアセ、聖書ヘブライ語オンシャ、シュシャーンは、現在のイランの西南部に位置し、エラム王国時代、アケムネスアサ、ペルシャ時代には、王都として栄えた都市。 ゲンフーゼスターンシューシューシュ。スーサは、アクロポリス、アパダーナ、王の都市、義士の都市の四つの遺構からなる。1901年には、ルーブル美術館に保管されている、ハンムラベ法典碑も発見された。アパダーナは、ダレーオス一世によって建設され、冬の宮と呼ばれた宮殿の越見の間跡である。スーサの守護神は飲酒しなく、スーサの歴史は古く、 アクロポリスからは、紀元前4000年にまで遡る神殿跡が発掘されている。放射性炭素年代測定によると、早ければ、紀元前4395年にまで遡る。紀元前30世紀から、紀元前7世紀にまたがるエラム王国の首都であった。紀元前647年、アッシリアのアッシュールバニパルによって破壊された。紀元前540年、 アケメネスはサペルシャの王キュロス2世に占領されて、エラムは滅んだが、王宮が置かれて、王の道の起点として、再び栄えた。ダレエオスが、紀元前331年のガウガメラの戦いで、マケドニア王国のアレクサンドロス3世に敗れて、アケメネス朝が滅んだ後、紀元前324年、アレクサンドロスは、帝国内の安定を図ろうと家臣と征服部族との、 スーサの合同結婚式を行ったとの記録がある。直後の紀元前323年にアレクサンドロスは死亡し、アレクサンドロスの部下であったセレウコス一世が立ち、スーサはセレウコス朝の支配下に入った。紀元前250年頃にセレウコス朝の総督だったアンドラゴラスがセレウコス朝からの独立を宣言したものの、直後の紀元前247年頃に、 パルニシ族によって放築されて、以降はパルティアと呼ばれ、セレウコス朝とは敵対する時代となる。遺跡から多くのパルティア時代の陶器等の遺物が発見されていることから、パルティア時代に至ってもスーサは都市としての繁栄を続けたと考えられる。その後116年頃のローマ皇帝、トライアノスの侵攻によりスーサも占領された。 サウサー,サーアン・朝のシャープール二世時代に再建された。638年はムスリムの侵攻を受け、モスクなどの遺行は残ったが、1218年、モンゴルが侵略した。その後、住民のほとんどは北部のデズフールなどに移動し、現在は小さな集落のみとなっている。5世紀から13世紀の間はかなりの東方教会のキリスト教徒がいたようである。 1836年に、ヘンリー・ローリンソンとアー・レヤードによって発掘された。スーサの神殿跡から、シルハク飲酒しなく碑文が刻まれている、聖堂製の神殿模型が見つかっている。この聖堂模型を作ったのは、紀元前1200年頃のシュトルク朝エラムの王、シルハク飲酒しなくであると言われている。模型の意義や目的については、2010年現在、解明されていない。 飲酒しなくに深く愛されし、しもべ、アンシャンとスーサの国を広げた支配者、エラムの守護者、シュトルクナフンテの息子であるあまりシルハク飲酒しなくは、自身の日の出の儀式を聖堂で作った。スーサの遺跡は2015年の第39回世界遺産委員会で、世界遺産リストに登録された。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。 ヘブライ語では、シュシャンとなる。伝説的人物であるダニエル書の主人公、ダニエルの墓とされるものがある。ありがとうございます。